おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉せエピソード2やっていきたいと思います。いやー、すごい怒涛の展開すぎてね、ちょっと早口になってしまうんですけれども、前回はね、秋葉くんがまんまとたまちゃんにはめられてというか、TRL の、ゆらちゃんにはめられて、計画が狂ってしまいました。で、今、目の前に、思い合う男女が二人。まどかちゃんと武蔵くんくっついてほしいけど、小倉せ的にはくっついてほしくないっていう、私もすごいこう、中立の立場としては、こう、ぶれてしまいますね。もう二人の声は叶ってほしいですからね、私的にはね。ってことで、源氏くんに変えようと思いますよ。どうなるんでしょうか。はい。今何だった？なんて書いてあった？読めなかったな。まどかさん、いや、武蔵くんを追うんだみたいな感じだったな、今ね。もう一回今ちょっと見直してきました。あ、遅かった。リーダー。立川武蔵が阿佐ヶ谷まどかに接触してしまったわ。参ったな、こりゃ。しかし、どうする？うかつに手が出せない。しかし、どうする？武蔵くん告白タイムですよ！ほら！秋葉源氏、ついに引導を渡す時が来たわ。はい、お姉様。お姉様の勝ちです。これ勝手に進んでます。おい、まどか、俺さ、これで終わるの？小倉せ。第2話、武蔵、打ち明ける。これで終わるの？マジ？うわぁ。でもこの二人のコンビも結構好きだな。めぐみちゃんとゆらちゃんのね。この、ゆらちゃんのメガネのヘアピンはどこで買ったんだろうね。私も欲しいんだけど、これ。かわいい。で、一方その頃、源氏くんとめぐちゃんが逆側のサイドからこう覗き込んで焦ってるって感じでね。この二人もやっぱいいな。いや、このタッチ、このイラストいいな。小太郎くん。ひのしー、かわいそう。箱の前に置き去りにされて。これね。今から告白するんでしょう。源氏の油断が招いた大ピンチ。どうする小倉せ、どうなる小太郎。しかし今回はここまで。次回、武蔵対小太郎決着。こうご期待。あ、マジか。これで終わるんだ。でもおまけはあるよね、多分ね。リーダーは走り去ったわけだけれども、まあなんか考えがあるんだろうね。これがおまけかな。私の仕事はもう終わったはずだよ。それにしても。あらら、日野氏が持ってたこの写真。いや、見えるんだな。これ心霊写真。見えた。パンツ？まどかちょう、エメラルドグリーン。かなりピターっと張り付いてるよ、これ。カンタくん変態だ、1話でもさ、ビデオは残ってないっすかって言ってたしさ、さくらちゃんのパンツを見ようとさ、カンタくんってこういうなんか、ちょっと、むっつりスケベキャラなんだね。まあ、なんか、なんとなくわかってたけど。to be continued. あらまー。これは、前回あんなところで切るんじゃなかったね。めちゃめちゃ短くなっちゃったな。どうしよう。一旦ここで録画は切るんですけど、エピソード3、まあやるんですけど。どうしよう。今ここでもうやっちゃおうかな。それともちょっと感想を言って、今回は短いけどこれで終わろうかな。まずね、その、小倉せっていうゲームなんですが、その、エピソード1が出る前に無印版っていうものがありまして、まあ、無印版と、またその小倉せエピソード1からの話はまたちょっと別の話みたいな感じに区切られているので、エピソード1とその無印は本当に小倉瀬の力が本領発揮されてて、完全にもう何事もなく源氏くんの頭が冴えてうまくいくみたいなお話なんですけど、エピソード2はね、まさかこんな感じでこうね、引きがあるとは思ってなかったんでびっくりですね。1話完結型みたいな感じで依頼をこなしていくのかと思ってたけど、まあそのね、エピソードっていうだけあって、続きものだったみたいですね。いやー、これ、誰か邪魔する人が現れるのかな？いやー、でもなー、このままうまくいくんだったら、てか、その、なんだろう、小倉瀬の任務を失敗しちゃうんだったら、別にエピソード2内で終わらせてもいいと思うんですよ。今回は失敗だ、みたいな。で、その、TRL にしてやられてしまった。で、打倒 TRL みたいに、なるんならわかるんですけど、まあ、ここでエピソード3に行くっていうことは、まあ、武蔵くんの告白もうまくいくわけじゃなさそうな気がしますよね。小太郎くんにもワンチャンチャンスがあるかもしれません。まあ、さっきのエンディングの様子だと、ちょっと無理そうですけど。あのイラスト面白かったな、置き去りにされてるやつ。いやー。小太郎くん不憫だね。いやーねえ、多分ね、私と同じように、小太郎くんよりも武蔵くんの方が応援したくなるみたいな、なんか、こっちの方が好きだなって思う人多分、いると思うんで、なんか、純粋に依頼をこなそうとか、その、小太郎くんの恋を応援しようって思う気になれないキャラクターっていうのがちょっとかわいそうだなと思いますね。ただ、まあ、別に嫌いじゃないんで、こう、努力が実って、この恋が実ってくれたら、それはもちろん、ね、叶う恋があれば叶わない恋もあるのでね、まあ、いいと思うんですけど、なんかなぁ、こう、ハーレムエンドとかね、あればいいのにね。逆ハーレムエンドみたいな。そうね。気になるところですけど、じゃあ次回はエピソード3から、やっていきたいと思いますよ。ではまた次の動画でお会いしましょう。おつぴよでーす。チャンネル登録、高評価、良ければお願いします。バイバーイ。